ギリギリセーフね。Sorry、以後気をつけるわ。さ、座りましょう。発車時刻まであと15分くらいあると思ってたんだけど、時計遅れちゃってたみたい。 Sorry。 ご不満かしら。あら、そんなに期待してたなんて。気づけなくてごめんなさい。もっと人に言えないようなあんなことやこんなことの方が良かったかしら。まあ、希望があれば遠慮せずに言ってちょうだい。お礼とは言っても、お互い存分に楽しめるプランで行きたいしね。それはついてからのお楽しみ。それはそれで面白そうだけど、今日は違うわ。海外はまた今度ね。そんなに遠くはないわ。都心は狭い範囲にいろんなお店や名所が集まっているから、1回ごとの移動時間が短くて助かるわね。あちこちね。どうかしら。見知らぬ土地や建築物を見て回り、見識を深める。立派な観光でしょ。問題なし。No problem。 ちゃんと許可をもらってあるわ。ということで、お邪魔し